どうも、ジェットチュンです。本日はですね、こちらですね、早速ね、上げていきたいと思います。はい、というわけで、ナイキさんの最新サッカースパイク、ファントム GT エリート、FG ですね、天然芝用のも、天然芝のモデルの、紹介をしていきたいと思います。で、まあ、こちらの、ファントム GT、今回ファントムビジョンと、ベノムが統合して GT という形になりまして、まあ、一番は、サッカー部で狭いスペースで、まあ、鋭く、キレのいいアタック。を見せるような選手にね、ぜひ入ってもらいたいような、そんなギミックがたくさん詰まったシューズになっております。それではね、早速機能性の詳細を見ていきたいと思います。まずアッパーには、フライニット、そしてその上にナイキスキンが、採用されております。ベースはこのフライニットですね。ニット素材が前面に使えてまして、その上にナイキスキン、薄いナイキスキンが使われているような形になっております。で、一応、外側とか強度の必要な部分に関しては、まあ、少し強くなってまして、逆にボールタッチとかね、気になるような前側だったりインサイド面っていうのは、これ裏材の関係で少し柔らかく薄くなっているものになってます。で、今回のファントム GT エリートサイズ的にちょっと大きく感じやすいかなと思います。先芯が少し入っているので、いつもと同じサイズを選んでいただいていいと思うんですけども、まあ、少しつま先長さが長い目のシューズかなというふうには思います。一番の特徴はこちらのジェネレーティブテクスチャーですね。この凹凸クロスをかけるような部分に関してはこういった風にねしてあったり、まあ、つま先ね、こういった感じでボールタッチの時にグリップが最大化するような設計、ドリブルの時もここですね、うまくグリップするような設計に仕上がってます。そして一番特徴的なのはこのインサイド面、ボールのトラップ、パスだったりがしっかりとね止まるように、できているのが特徴となっております。この前面に配置されたテクスチャー、こちらがまあこのファントム GT シリーズのすごい特徴で、エリートまでは、こういった風に場所によってこういう風にね、適切な角度とか、サイズで配置されてるんですけども、まあ、プロとか、安くなってくるにつれに従って、まあ、ちょっとね雑になってきます。で、このテクスチャーによって、まあ、狭いスペースでも、まあ、しっかりと正確なボールコントロールができるように、設計されたそういったシューズになっております。で、中足部以降ですね、こちらにも、まあ、ニットが採用されてまして、今回のこちらはねハイカットモデルとなっております。ローカットモデルも出てますけども、まあ、今回はね僕のでハイカット買ってみました。で、シューレースの方はねちょっと外側に配置してまして、まあ、シュートとか、コントロールの時に違和感が少なくなるように、まあ、内側ちょっと開けてあると。で、後部はね、圧迫しすぎないようにこういった風にニットで、作れてるものになってます。そこにねシューレースでしっかりと押さえ込むといったようなものです。で、かかと部分はヒールカップが内蔵されてまして、まあ、そんなに強度強くないですけども、まあ、最低限あるかなっていうぐらいの強度になってます。試合用として使うのがおすすめです。ちょっと見えづらいと思うんですが、中側はまあ力も刺した柔らかな素材になってまして、ちょうどねこの辺にキュッと薄くクッションが入ってます。そんなにたくさんは入ってないので、まあ、しっくりくる人来ない人はちょっと分かりやすいかなと思います。で、中底ですね、中にはプレートですね、樹脂プレートがフルレングスで採用されていると。で、それに合わせてインソール裏面がこういった風にボコボコとなってます。この凹凸でね、中底が逆に、へこんでるので、中底が中でずれないようなものになってます。ちなみにインソール自体は表面はメッシュで、まあ、シンプルな、まあ、軽いものに仕上がってます。最後アウトソールですね、天然芝用の、ソールが採用されております。今回新型ですね。つま先の2本で、まあ、前側に加速する際のグリップをしっかりと発揮するようなものになってまして、まあ、こちらの特徴的な半円を少しずらしたようなスタッド、こちらでターンの良さを、抜けの良さを追求しつつも、カットインだったり、まあ、グリップの必要な時には、しっかりと半円状の部分がもう少し引っかかりやすくするといったものになってまして、まあ、円柱ベースの、良さを残しつつも、まあ、少し半円状のグリップ感を出したようなものになってます。そして外側はこういった風につなげることで強度を出しつつ、内側をねくり抜くことによって、まあ、軽量化と足裏までのボールコントロール感、グリップ感を高める。そして内ねじれが結構しやすいシューズなので、カットインにすごく強いようなシューズになってます。で、ソール自体は意外と重たいんですけど、アッパーがかなり軽いので、片足 25cm で 200g 程度です。まあ、超絶軽量とは言えないですけど、まあ、かなり軽量な部類にはなると思います。はい、というわけで今回はファントム GT エリート FG のね、紹介をしてきました。まあ、機能的には今言ったような、まあ、狭いスペースでボールをコントロールしやすいようなアッパーに、ロースピードからのターン、
そして切り返し、ダッシュ、そういった狭いスペースで素早く動くのに適したソールになってます。また結構実は今回触れてないんですけども、アッパーとか、まあ、かなり癖のある、設計にはなってますので、そこまでね細かいとこ見たいよって方は、まあ、ぜひノートの方にね、載せてますので、まあ、初月無料なので、そちらをね、見ていただければと思います。というわけで本日はナイキの最新サッカースパイクファントム GT エリート FG の紹介でした。ご視聴ありがとうございました。